この中に。いるぞいるぞいるぞこの中にいるぞいるぞライダーさんがいるぞ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 隊長がいるぞライダーさんもいるぞ声大丈夫ですね声大丈夫治ったほぼほぼ治った9割ぐらいなるほどじゃあじゃあ物資パクリ放題じゃないですかあ、ほんまやほんまやグレポンとかなんかいっぱいグレとか入ってるじゃないですかそう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 いや分隊長でもパクる可能性あるからな何をそんな何を言ってるんですかちょっとちょっとちょっと手癖と女癖悪いからな分隊長僕がそんなちゃんと見とるからなパクるわけないじゃないですかなんあ今スクリュードライバー取った分隊長取ってませんスクリュードライバー取ってませんよスクリュードライバー取ってないですよスクリュードライバー取ってない今取ったと思うよ取ってないですよ見た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 、俺もこれあの直しましたクレーマーの横に手榴弾手榴弾直しましたあ、打ち捨てられてるわ、じゃあ。あ、打ち捨てられてるのか。え、じゃあ、これ俺がもらってもいいんじゃないってなるよね。うん、多分これもらっていいと思う、ライダーさん。さすがに。マジで？多分捨てられてるもん、ね。捨てられてるよね。うん。え、じゃあこれもらおうかな、俺。うん、俺ずっとこのゲーム始まって中古物件ばっかり選んでんだけど。いや、でも結構いい物件じゃね？この大きさ的にもいいし、段階も上がってるし、あ、開いてるわ。こっち開いてるわ。こっち開いてんじゃん。あ、でここは閉まってる。あと1時間57分だって。あ、誰かが取ろうとしてる？うん、これ奪うのをやめるんですよ。俺にする？うん。したら多分取れると思う。じゃあこれは面白いことに返しますよ。うん出し惜しいんだな返しますよほらバレたかみんなさ騙しやがってだってそんな騙してもいいぐらいの僕すごいいいことしてますよこんな物件も見つけて、ね、物件も見つけて、ね、見つけてバイクまで持ってきて本当に相当いいことしてますよ、ね、そうね確かにはい皆様、まあ、そう言われたらね別にあげてもいいかなって思うんだけどねなんかじゃあこの流れであげるのちょっと違うじゃんじゃあなんかモノマネするモノマネするもうそれもう一番苦手なそれライダーさん何やったんですかそれ俺織田裕二織田裕二とケイン小杉じゃあもう行きますよライダーさんうんまた、okay、また会いましょう、うんまた会おう。じゃあなー。じゃあなー。バレたか。バレたか。一回そのおばばがいるかを確認してから、もしいたらちょっと聞いてみるか。どういう経緯でタロペとそうなったのか。おばば。おばば声でいけよ。考えないと。おばばの声が聞こえたぞ。おばばが。なんや。なんや。おばば。なんや。おめでとう。そうやで。おい。タロペと結婚したって聞いたぞ。おい。おめでとう。タロペおめでとう。尻を任せんのはまあ彼女かなっていうことで。合格したぞ。うん、合格、うんうん、使えるこいつよかったタロペおばばのことかぐや姫じゃなくてエンマ様って言ってたけど大丈夫なのいやもうほんとそうや大丈夫なのスカムのナンバーワンやぞおばば大丈夫なのそんなことねえぞ全然違うぞおばば信用できるのそれ大丈夫なのいや分からんけどもしあのこの人が裏切ったらもうずっと粘着で殺すけ大丈夫怖え、うん、怖すぎるだろあのな、ね、何回も殺してやる、うん、あのなそんな簡単に言うもう俺の首は狙ってないわけもう大丈夫なのあ首狙ってだってここだって おばばと俺は契約関係なんだから
うん。狙ってた。組狙ってた。あんたとは最後、サブの最後に、何何あれだよ、あの、すっぱだかでいいから、ぶん殴り合いの喧嘩して、あれで終わるよ。あんたとは最後決着つけるよ。今やるか、じゃあ。裸で、裸でやるか、そんなこと言うな、ぶん殴り合い。ベッド作るぞ、あんた。なんてなんて。最後にしろよ。ベッド？うん、ベッドなんかいらんのよ、裸なんだから、大丈夫だろ。ちゃ今やるか？裸でベッドはダメなんだよ。なんどっちなんだよ、お前。やりてえのか、やる。いや、今、裸でベッドはやらしいわ。エロガッパおばば様には下着のセットはプレゼントしたのか、だって。してねえよ。まだしてねえの。あ、そうなんだ。まだしてねえわ。するんじゃないのか、お前。なんだ。あんたにはさ、だっていろいろあげたのにさ、金鍵もそしてバナナもあげたのにさ、私何言ったお前、ケツの穴から出てきたバナナを持ってきて食わしたんだろう。変態長だって、変態長って言われてるもん。ないね。なんだなんだ。ここ濃いな。濃いな。今度持ってくるわ。おばば今度、ちなみにうちもずっとパンツ履いてないんだよ。パンツ持ってきてくれ、パンツ。なんだお前。かわいい女の子にだけじゃなくて、うちにだってパンツ持ってきてくれよ。パンツうちパンツも3日も履いてないんだよ。汚れたやつでいい？みんな口悪いよな、なきんちゃんな。パンツ綺麗なやつは。パンツ汚れたやつでいいか、うん、まあ、見つけたら持ってくれ、じゃあおばばの下着と。タロペのパンツと汚れとるやつやで。分かった分かった、綺麗なやつな。おばばのやつは綺麗なやつ。うさんちゃんじゃないっすだ、マジ。タロペは汚れたやつだ。じゃあなおばとけ、お前は。おばとけよ。まだなんか言ってんぞ。はっ、あ、なんか誰か来た、誰かいる、誰だか、誰かいる、誰か、誰かなんか何もついてない車に乗ってるわ。あ、分隊長じゃないですか。あれ、な、鉄夫ですよ、鉄夫ですよ。何してるんですか、こんな、もうこんな危ない車で。だからこれ鍵ついてないぞ、みんな。このこの車にみんな鍵がめっちゃ武器とか入ってる。めっちゃ武器入ってるぞ。俺このままこの車外で24時間放置したんですよ。マジっすか。でも俺今んとこ一回も来られてないんですよ。あ、明らかに捨てられてるって思ったんすかね。私の曇りなき眼で今は悪毛なのかまつ毛なのかを見に。あったぞあったぞ。まあまあちゃん、まあまあでかくねえかこの拠点だわ。まあまあでかくねえか。あれ？もう哲夫さんついてんじゃね？ほら。まあまあでかいわ。いるわ。誰だ？まつげさん！誰だ？いたいた、いたぞ！いたいた、みんな！お前たちは誰だ？お前たちは誰だ？味方か敵か。怖い怖い。怖いよ。はい、何ですか？まだ、悪毛なのか、まつげなのかを見定めに来ました。手を上げろ。私。この壊れてる車は何ですか？あ、それね、ヒロさんがうちの拠点の中にあった車をレイドした時に、ドアと、椅子を全部外して乗れない状態にして置いてった車です。なんでですか？ああ、そういう、あ、そういうことか。ああ、まあ嫌がらせ。ああ、そんなことで、そう、それで、なんか、はい、一応乗れるんですね。もの、あ、乗れるけどね、はい、ガソリン抜いてるよ。あ、そうなん。どうしよう、開けようか。打たないですか？打たない。はい、打たない。はい。いや、怖い打ちませんよ、打ちませんよ。怖いわ。いや、実は今、哲夫さんってわかります？わかりますよ。哲夫さんとなんかちょっと今そこで遭遇して、うん、はい、で、なんかまつげさんに会いたいらしく一緒に探してたんですよ、拠点を。はいはい。で、なんか哲夫さんとちょっとはぐれてしまって、うん、今ここに。なんかボロボロじゃないですか、これ。どうなってんすか？何ですか？え、家が壁破壊されたんですか？いや、これ、まるさんが作った家です。あ、作りかけ？作りかけやったんですか？作りかけっていうか、最初この部屋1個しかなくって、ああ、で、昨日ほらお別れするって話出る前は、ああ、この、ああ、2階とか3階部分を一生懸命作ってくれてました。
あ、そうだったんですか。そう、なんかアイテム盗んでるでしょ。アイテム盗んでるでしょ。なんてこと言うんですか。ちょっと見てるだけですよ。見てるだけですよ。ちょっと分隊長。はい。分隊長。なんすか。アイテムパクってるでしょ。絶対。パクってないですよ。じゃあ見てください。パクってるでしょ。確認して何がないかじゃあ言ってくださいよ。じゃあ。そんな覚えてないけど絶対パクってるでしょ。ってことは重要な物資じゃないってことじゃないですか。ということは覚えてないってこと。ほら僕も出されたじゃないですか。なんかはい、女性プレイヤーには下着を渡さなきゃいけないっていうなんかあるんですけど、はい、まつげさんに、はい、まつげさんに渡せる下着ちょっとないんですよ。俺もノーパンなんか。私は女性プレイヤーじゃない。これでいいですか。これで。何ですか。これ履けないやつじゃないですか。これ。これ履けなくなったんですよ。これ。これで無理ですか。無理ですか。これは。じゃあこれあげる。これあげます。クマ来てる。なんすかこれ。これ使ってください。キュウリです。ちょっとクマ来ないけど。クマ。なんすかなんすか。キュウリいっぱい持ってるからいいですよ。R指定な使い方。うん、クマめっちゃうるさいなお前。どこやクマ。クマ。まあ、じゃあもう戻すとこ。ボクサーブリーフ。マルさんが置いてったパンツ履いてます。え、マルさんのパンツを履いてるんですか。まつげさんが。俺マルさんの決闘に負けた後に、どんだけあれなんですか。違う違う、あのね、チェストの中に入ってたんで、ちょっと借りてる。どんだけ、そう、マル、皆さん今聞きましたか。まつげさんは元団であるマルさんのパンツを今もう履き続けてると。痛い。ああ、なるほど。またダメージ受けた。また C1 のダメージ受けた。ボロボロのなんか何も入ってない。ボロボロの何も入ってない。私の無駄骨やった。なんでこれがでもそんな埋まったままなんですか。もうじゃあこれいらない。これ多分一番最初の頃ですよ。無駄骨やったわって。じゃあもし入ってたら盗もうとしてたってことじゃないですか。そのいや普通はそうでしょう。それはもうそういう。皆様聞きましたか今の、はい、僕の曇り悪いわ。曇りなき眼でまつげさんを見え悪くだいぶ悪いよ。ほらまつげさんの今の顔を見て。キュウリあげるから、はい。何キュウリあげるから、はい。何に使ったかわからない。キュウリあれっすよ。そういうことですよね。まつげさんの使用済みですよ。まつげさん、これはダメなやつでしょ。これはダメなやつでしょ。じゃあそれをいただきます。畑から取ってきた。いただきます。ダメです分内長、それ後ろで使ったやつです。あーどうなんやママさん。やって、なんでいや、ちょ、後ろで使ったっていうのでちょっと来てしまいました。わざと履いたでしょ。後ろっていうので、後ろに来たっていうので。ダメだ、ダメだ、もうダメだ、もう私帰ろう。ダメだ。どこで帰るつもりだ。まつげさん、送っていきますよ。送っていきますよ。本当に送ってくれるんですか。はい、哲夫さんが送っていきます。で、行きますか。送っていきますか。じゃあね、またな。じゃあね。いった。ライダーさんにはもうパーティーが終わったんで、中止とお伝えください。全員死亡したことによりパーティー終了。この道を右、この道か。ああ分隊長さんだ。ルカさん、あ、すいません。奇遇ですね。ちょっと雪山をドライブしてまして、ドライブしてたら、はい、あのルカさんを見つけまして、ドライブしてただけなんですけど、奇遇ですね。ドライブ大丈夫ですか。そんなボロボロに なんかボロボロです。ボロボロですが大丈夫ですか。
なんか必要なものをなんかありましたら、あの回復などあったらありがたいです。血を止めるもの、はい、血を止めるものと、はい、あとなんだ感染症と、感染症を止めるもの、はいはい、あと胃の中が空、はい、たまたま持ってました。あ、これじゃあ僕の食い差しですが、はい、はい、食べてください。ありがとうございます。大丈夫ですか？リスナーさんたちに怒られてます今。あらららら。範囲についていくんじゃありませんって。はい、なんかあったんですね。深くは聞きませんが、何かあったみたいですね。はい。抗生物質食べる。物資とか大丈夫ですか？はい、なんか今から。物資は。はいはい。パーティーに参加したところに多分全部なんですけど、どうやら、はい、敵が僕のことに気づいてるらしく、はい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 、戦闘になる可能性があります。なるほど、はい、なのでちょっ と遠くから、遠目で、はい、遠くから、はい、ある程度遠いところで降ろしますね。どっちバンカーか。迎撃どっちだっ。お手伝いしますよ。でもこんなボロボロじゃダメかもしれないけど。どこだったっけ？だってさ殺されて助けてくれた人に銃も向けられたら黙ってられないでしょ。おお、なんか今日はいつになくあれですね、ちょっと勇ましいルカさんが、はい、いやいやいや、殺されたらちょっとおこです。ハンドガンを渡しとくので、はい、大丈夫だと思いますが、はい、一人で大丈夫ですか？いや、はい、一人で戻れますか？はい、あの物資回収して車自分の乗って帰るってことですかね？はいはい、むしろ、はい、ありがとうございます、はい、あれハンドガンってもうどっかに落としてくれちゃってました？ハンドガン、はい、落とします。あ、大丈夫です、大丈夫です、お借りします。じゃあ使ってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあルカさんお気をつけて、はい、はい、何かあったら、はい、分隊長は、僕は帰ります。ああよかった、はい。はい、じゃあ、はい、ま、たお気をつけてありがとうございました。はい、また会いましょう。はい、じゃあ見てますんで行ってください。あ、わかりました、ありがとうございます。大丈夫です、行ってください。ライダーさんを呼びますか？ルカさんが何もされないのを確認しますか？それだけ確認して、もしもそこで何かが起きたら殺しますか？マジコから飛んできました。こちらにルカさんを襲う意思はない。なるほど。なら帰るか。